そうそう、吉報を待って、そつなくこなしたそうじゃないか。結構。ほら、今回の分け前だよ。私が扱うのは泥棒、おとり、一層、それに強奪の仕事だ。大体は住居侵入絡みだよ。この手の仕事は好かないってならデルビーに聞いてみなよ。もっと人に間近で接するような仕事を回してるから。時に誰かを始末してくれという困った依頼が来るんだが、私らは闇の一党と違う。標的を厄介払いするにとどめる別の方法を取っているんだ。うちの者を潜入させて標的の家に偽の証拠品を仕込み、町の衛兵に密告する。あとはお任せだ。あんたにもやれそうな気がしてきただろう。そうか、くれぐれもしっかり頼むよ。じゃあ行ってきな。ブリニョルフの新しい子分か。大したやつじゃなさそうだ。小さな我が家へようこそ。私はギルドの見張り番の一人でデルビンの警護をしています。いくら仲間とはギルドマスターの親友だとかは関係ない。おかしな真似をしようとしたら頭をかち割ってやる。ウィンドヘルムのトルステン・クルーエル・シーからの知らせだ。競合ギルドが活動を始めようとしているらしい。それだけじゃない。我ら盗賊に奴らの獲物を殺したという汚名を着せようとしている。行って片付けてくれ。オルフリッドからもう感謝の言葉が送られてきた。どうやら彼が新しく得た身分のおかげで親友のアーンが間もなく釈放されるようだ。それはさておき、バトルボーンが盗賊ギルドを全面的に支援すると約束してくれたぞ。ギルドが成長しているのが分かると思う。商人をフラゴンのすぐ外に移ってこさず、蜘蛛の巣を振り払って活動を再開できるのは嬉しいよ。この調子を維持すれば金もどんどん入ってくるさ。落ち着け。ウィンドヘルムの特殊任務が優先だ。それが完了したら別の仕事を紹介しよう。おい、このギルドにはゴールドが必要なんだ。仕事を引き受けずに去っていったらここじゃ名を挙げられないぞ。ございます。待てよ。フォースだ。あの力は一体何だ。
誰かいるの？何か聞こえたと思ったのよ。気をつけて。フォース